FC まばりの、かなえが、いかないと!皆さん、こんばんは。FC まばりの、かなえがいかないと。パーソナリティの、かなえりょうちです、えー。この番組は、今治市に本拠地を置く FC まばりの、 が楽しく選手を交えながらお送りする、えー、はちゃめちゃなラフな番組になっております、えー、前回は山田選手岡山選手に出ていただきました、えー、山田選手岡山選手の仲の良さだったり、えー、新たに、まあ、なんか大野選手とよく3人でなんか会話とか飯行ったりするみたいな話がありました僕もたまたま食事行ったら、ね、その3人飯食いに来てました ぐらい仲いいのがいいのがかなり伝わったんで、まあ楽しかったな。という風うに個人的に思ってます、えー。さてね。今回もゲストに。まあ選手を交えながら放送していきたいと思います。えー、では、選手紹介していきたいと思います。えー、背番号26番平松亮太郎選手です。お願いします。fc。ママリ背番号26番平松亮太郎です。お願いします。ラジオはどう？初めていやある？ 大学の時に二回ぐらい出たことあります。うんうん、ええー <laughs>、すごいやん。じゃもう余裕やね。まあまあまあ経験者なんで。なるほど。喋ります。お願しまお願いします。えー、続きまして背番号二十四番近藤高虎選手です。お願いします。牛まで二十四番近藤隆太です。よろしくお願いします。お,すおすえ高虎郎来てる？なんか全然見えへん,ねんけど。<laughs> 来てます。<laughs> <laughs> 小さい。え隆太はラジオは？ は、初めてですね。あ、本当。はい。えー、試合とラジオでどっち緊張するとかあるいやー、ラジオも緊張しますね。<laughs> あ、そう。はい。なるほどね。まあ、今日はね、本当お疲れのところ、ほありがとうございます。はい、ちょっといろいろ聞いていきたいけども、まあ、質問もたくさんあるんで、質問を中心にしようかなと思ってるんだけど、高虎は、俺、あれよね、あの、あんまり、 から絡みとしてはあの、はい、一発芸を見せてもらった以来ぐらいかなと思うんやけど <laughs> あそうですね芸の方に磨きはかかってるああなかなかかかってますよかかってる、はい、<laughs> じゃあまたどっかで俺に見せてくれるってこといやそれはちょっと <laughs> いや磨いて一人見せへんやかって <laughs> 自己満で終わってな一人でいいやってんのいややってないですなるほどねはいあ、えー、でも太郎は最近ちょっと試合にもよくまあ えと絡むようになって、タカタロウもデビューして、タロ、はいえー、も試合によく絡むようになってると思うんだけど、はい、その中でね、ちょっと質問があるから、もう早速、ちょっと質問いこうかなと思うんやけど、いいですかね、じゃあ、えーとえー、ラジオネーム、カレーは中辛さんからいただきました、ありがとうございます。太郎とトラ君 J、デビューおめでとう 太郎君は君好きはなかったね。トラく君はあったけど。<laughs> 太郎トラく君 <laughs> J デビューおめでとう、えー。デビュー戦の思い出聞かせてください。えー、残り試合も少なくなってきてますが2人の活躍期待してます。怪我しように頑張ってくださいと。まあ、お互い、まあ、J リーグ今、えー、年デビューしてその時の、まあ、気持ちとか思い出とかまずじゃあ、自分がデビューしたのはあの、うん、アウェーの。 節目のアスルクラロ戦戦がデビューです今シーズン初めてメンバー入りした試合がまずその試合やったでそれがいきなりスタメンで園さんがちょっと怪我をしてしまったっていうので自分が急遽抜擢されて出たんですけど去年1年間 JFL で戦っていて5試合だけメンバーに入ってあとは全てメンバー外ということでやっぱり。 悔しい思いい思がすごいあって、うん、でやっとチャンスが来たっていうのですごい自分自身楽しみな気持ちもあったんですけどすごいここでやらかしたらもうチャンスないぞっていう不安な気持ちもあってうん、うん、まあでもいざ本番はになったら結構落ち着いてやれたので、ね、まあすごくまあホッとしもしましたしうん、うん、まそれでなんか自分の良さっていうのもしっかり出せたのでまあ本当に勝ててよかったなっていう。 それ緊張とか、やっぱりこうね準備は練習からもうずっと準備してきたと思うしもう試合が出たい、そんな思いが多分強かったと思うんだけどいざ、そうやってこう名前呼ばれてタロスタメンで行くぞって言われた時のまあ気持ちとかその緊張感みたいなのはまあ前日練習とかで大体どういうメンバーで行くかっていうのは分かると思うんですけどまあそこに自分がこのスタメン組で入ってた時にいやこ ほんんままにあるんかなっててドドキドキしてましたねうん、うん、練習からもうやらないとっていうかでもそれでもやっぱりずっと試合に出れへんくてもこう積み上げてきたものをこう我慢してきたものをでやっぱり試合に出たい思いっていうのが多分強いと思うから思った思うからまあそれをこう勝ち勝ったよねあ勝ちました1対0でんか太郎が出たら負けへんみたいな話も。<laughs>

しっかりこう記憶にある感じやっぱり。で試合終わってもほっとしてちょっと泣いちゃって。え、それをみんなからめちゃめちゃいじられました。まあ、それはそうやな。俺がそこにおともいじってるのに泣いてんだよみたいな。なるほどね。それぐらい結構気持ちは強かったんで。はい。はい、ありがとうございます。え、トラはまあ、ジデビュー、まあ、して。え、その時の気持ちだったり、なんか思い出みたいなはある。そうですね。その時やっぱり緊張がまあ、やばかったんですけど。あ、やばかった。 結構緊張してたんですけど、うん、まあベンチ入ってから緊張をめっちゃしだして、うん、けどそ,のそれ以上にもっとなんかそのワクワクっていうか楽しみの方が強くていざ試合に出るってなってそうですね。 よかったです。まあ、そやな、試合に出るために練習してんもんな、はいはい。そうです、ね。で、そこで活躍するために、まあ、練習して積み上げてきて、まあ、苦しい、悔しい思いもたくさんしてるやろうから、はい、まあ、試合に出る喜びっていうのを感じたと思うし、まあ、それ、その試合は何の試合か覚えてるのは、福島のアウェ戦で、最後のちょっとだけ出たんですけど。ははははあ、そうね。はい。で、その後も、こう、ホームで、まあ、試合に出た時の、あの、ホーム、イメ、はい、した地元、 なんか思い出とかお客さんとか周りの友達とかから何か言われたりもしたそうですねその出た絵終わった後に結構みんなからメッセージとか来ておめでとうっていうのは来ましたねああなるほどねはいもうトラなんて俺だって最初ここ来た時トラだって最初何で帰ってたのなんかっ歩いてどこ歩いてんねんみたいな何か <laughs> 歩いてきました <laughs> 今もあの車で <laughs> 今はもうはい免許取って車で <laughs> なるほどねでもそういう,こう思い入れとかやっぱりこう <はい S 1> ね地元っていうのではいあのいろんな人が期待してると思うからまあ今後もちょっとまた活躍みんなえから期待されてると思うんで頑張ってほしいなと思うんやけど <はい S 1> ちょっともう一個いい質問はい質問多いねお前らありがとうございますありがとうございますえっとラジオネームほうちゃんえー ちゃんのギターの腕前はどうですかいつか披露してもらいたいですね太郎ちゃん太郎ちゃん推しやってつながりも広くなってきました太郎会作りたいです4歳の魅力な力ですが応援してますちゃんと試合見てるかなってこれ4歳が多分メッセージ送ってくれてるのかなすごい職業保育園児って書いてるんで職業で保育園児って書く4歳児なかなかいいんやなかなかいいですねえギターやってないっけいやあのコロナで自粛期間中に なんかやることないかなと思って自分ギター買ってやってたんですけど全然今触ってないですよあ、そうな全然触ってない最初の方はインスタとかに上げてたりしてたんですよあったあったあったですね邪魔やったあれ邪魔やったあれストーリー上がってくるんで左上になんか太郎の上がってきて開いたらギターいい邪魔やわ思ってていやだから最近全然触ってないんで触らないといけないなってもうちょいなんか やらないとなと思うんですけど、もう今全然触ってない状態で、ちょっとまた練習します。練習して、の上手くなったらまたインスタに上げたいですね。そうですね、上げたいですね。なるほど。じゃあ弾いてもらいましょう。太郎でギターです。お願いします。今ないんで。ないね。今ないんです。ないね。すみません。ないね。じゃあちょっとあの、せっかくなんでお二人から曲を選んできてもらってるんで、えっと、じゃあ太郎ちゃんから、じゃあ、 タイトルコールお願いします。はい、えー、キングヌーで飛行艇です。飛行艇でした。はい、ありがとうございます。タロウ、このキングヌーの飛行艇はなんか思い入れがあったり、なんでこの曲選んだ？自分こういうロックの曲がすごい好きで、うん、で、まあ試合前とかこう気持ちをこう上げたい時にこれを聞いて、まあ、車とかでも、えー、<laughs> これ聞いてバンバンこうテンション上げて、ね、ま試合会場入ったりとか。 ですね。やっぱこれが一番僕は上がります。はあ、え、そのギターやってんのはエレキとかじゃないよね。エレ,エレキです。エレキエレキやってんのギター。弾いてんのそれ。これチャレンジしたんですけど、うん、めちゃめちゃむずいですよ。<laughs> <laughs> 指全然動かへんみたいな。<laughs> あ,あ、そう。なんでだって初めてだってギターやってんやろ。あ、そうですそうです。それでこれを曲、じゃあちょっとどっかでこれな、いつかこう披露してもらう場をな。そうですね。まあ今シーズンちょっとね。 過密でなかなか <laughs> 厳しいんですけど <laughs> まあオフシーズンとか、ね、暇な時にめちゃめちゃ練習したいと思います確かにはいはいありがとうございますじゃあちょっと質問ねほんま来てるんでねちょっといろいろ読んで質問答えてもらいたいなと思いますえー、ラジオネーム海マロさん、えー、平松選手へ、はい、勝手に真面目おとなしいイメージ持ってましたが歌いながらの手あん 歌いながらの手洗い動画を配信したり、<ー>ギターに挑戦しまたギターの話かい <laughs> ちょっとお茶目な目を発見しました。実際はどっちが本当の自分だと思いますか、えー、ホーム戦の後、小さな可愛いサポーターに優しく手を振る姿が微笑ましかったです。終盤戦、固い守りで頑張ってください。あと、近藤選手 JFL の時から、ちっこいけど動くなっていう印象でした。高虎 <laughs> というより、虎ちゃんって感じですが、 ちょっとわかんないですね。<laughs> 名前はやはり、東堂高虎から来てるんですが、これからもタフな動き頑張ってください。ありがとうございます。太郎ちゃん、これまた、なんかサッカー選手というよりも、なんかギタリストみたいな印象持たれてるけど <laughs>、ね。いや、まあ。どっちが本当の自分です。両方自分なんで。なるほどね。まあ確かにその、真面目は真面目です。やっぱり、そこはもうね、いろんな人から言われますけど、まあいじられたりもしますし、うん まあ両方、どっちが本当とかはないですよね。いはい。それだから、何、いじられ出すのも全然いい。全然いい。むしろいいとし。もう、そうですね。なるほど。だから、それこそ、おかずくんとか、やまくんとか、今やったら、せいたとか、そう。そっちからもいじられるのもう、すごい、広大とか、やばいよな、すごいいじってくる。いじめられてるまではいってない。いや、そこまでいってない。そこまでいってない。 ね、まあ美味しくしてさせてもらってます。やっぱそのさっきの話にちょっと戻るけど。その曲はこう歌まあ動画まあ音楽聞いたりそういう歌ったりするのは好きな。いやまあ聞くまあ歌うのそうですね。うん、まあ好きらいか好きかで聞かれれば好きですけど、うん、その手洗い動画とかも、うん、まあお願いされてやってるんでだから自分から俺やり返しますみたいな感じで言ったわけじゃないんで。<laughs> <laughs> <ほ> <laughs> 自分から率先して手挙げてたわけじゃない <laughs> まあでも全然やりますみたいなああ全然やりますみたいな歌その曲のさっきの選曲もそうやしこうやっぱりテンション上げる曲とかこうその時のタイミングとかでこう曲を書いたりもしてそうですねまあその試合前とか練習前はこう上げていく感じで終わったらちょっとこうスローというかリラックス系のこうゆっくりの曲調のやつを聴いたりとかはありますね、うん、なるほどね、まあ、それで自分の 気持ちとか上げたりこう抑えたりするのは曲の力もあ、もうもちろん。なるほど。借りてます。はい。歌詞とか聞いてんのあ、聞いてます、聞いてます。ちゃんと歌詞も染みてんのや。だからその、例えば洋楽とかで、なんか英語の歌詞があったら、俺、調べます。嘘早訳とか調べます。どういう意味なんやろみたいな。いや、なんなんもうさもうミュージシャン出るじゃど、そっちいやいやいや、全然。あ、そう。え、じゃあ、トラも質問来てて、あの、名前も。 高虎から来てるんですかっていう質問やけどこれ直接お母さんに聞いてもらった方早いそうですねんかえ理由とか聞かされてるのいや聞いてないですねあそうはいでも今治に住んでたらさ「高虎って」って言われるやろ言われますね言われるよねでも聞いたりせへんねやお母さんにそうっすね聞いたことなかったですねあそうなはい 自分の名前気に入ってる高虎は気にまあけどみんなからはなんか結構かっこいいって言われるんで名前、ねはい、名前やろ、はい、顔じゃないよね。<laughs> まね、あ、名前です、ね、名前やね名前,、はい、名前ですやっぱこの海丸、えっと、さんは、えっと、JFL の時から見てくれてるからやっぱり今治の人なのかなこれやっぱりその地元の選手がこうやって今治に帰ってきて、はい、活躍する姿をこう見てあの 喜んでくれてるかなと思うんでう、タフな動きで頑張ってくださいっていメッセージもらってるんで、また、はい、あの頑張ってください本当。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう一個行こうかな。もう一個質問来てるんで、えっとラジオネームほうほうちゃんママうんほうちゃんママほうちゃんってさっきいた？だよね。いねあこれのママね。っこ,これのやってこの人のママね。なるほど。えー。 最近オフの日がないと思いますがオフの時は何をしてますか何を何がしたいですか今までお気に入りの場所は、えー、今シーズンあと少し頑張ってくださいって、えー、メッセージいただきました、えー、太郎はオフの日とかはギターギター以外でギターの話もせんといて <laughs> もうええで最近は前まではこうカフェを巡ったりしてたんですけど最近もなんか 結構今治はもうほぼ行ったんで <laughs> ほ,ぼほぼ行きましたみたいなすごいなだからなんかもう今は本当に家にいて、うん、こう何ていうんですか動画見たりとかで、うん、もう時間潰しもそんな感じですね動画って何ですよサッカーってことまあダゾーンも見たりとかあとアマゾンプライムでアニメ見たりとかあははまあそんなんですねアニメ見んねやアニメ好きなの いやアニメ好きとかじゃないですけどもミーハースねだから「鬼滅」とかもそうですけど見てんねよ見たりしてますはい見てないわえ今すごいやってんのに映画は映画は映画まだ見てないですねじゃあもう漫画もあもう全部見ましたで動画も見てんのやっぱ全然違いますよねやっぱアニメとの何て言うんですかっすよねむっちゃ生きるやん生きてないですよなるほどねすごいやじゃあもう 今後はもう漫画家かミュージシャンかでサッカー選手でもうちょっ頑張りたいですね。はい。トラは休みの日は休みの日は釣りを行くとか結構ですね。はい。えええそれ何海まあもちろん海釣りあ海釣りですね。イカだったりアジだったりえそれどこで船出すってこといや普通に船は出さなくて普通にはいやりますそれ一人で行ったりするの いや、友達と、地元なんで。あまあそうね。はい、こっちに友達がいるんで。友達おってよかった。やっぱ地元の友達とか、やっぱ今治いるんいや、やっぱ地出て行ってる人がやっぱり多いですね。ああ、なるほどね。はい。まあでも、あの、出て行っていない今治に住まれてる、えっと、友達と行って、行ってるってことか。そうですね。え、釣りなんやん。い意外な。それ以外はなんかするんどっかお店、お店とか、 なんか今後何か今治で。はい、でも地元やったらさ、もう太郎より行き尽くしてるやろいや、そんなことなない、ね。地元やったら逆に行かんのか。行かないですね。だって、高虎ってあんま名前興味ないねもんな。<笑><笑>まあそうです、ね、なるほど。ありがとうございます。じゃあちょっと、はい、じゃあ次は虎がね、あの曲選んできていただいたんで、では、はい、あの、曲紹介。 タイトルルコールお願いしますウーバーワールドのゼロクワイアですウーバーワールドのゼロクワイアでしたはいありがとうございますこれはなんでこの曲選んだのそうですね自分もロックが好きでええー、結構ウーバーワールドは好きで、うん、あのライブとかも行ったりしてて、うん、あそうなんやはいでこの歌は結構歌詞が良くてこの歌を選びました いや、俺この曲知らんねんけど。知いや、知らなかったです。え、知らないですか <laughs> <laughs> え、どういう時に聞くのこれは、あのー、やっぱ運転中が一番多いですね。<ー>聞くことが。なるほど。それ,これ聞いたら気持ち上がってくるの、はい、上がりますね。あ、そうです。試合前とかは、なんか試合前にこれ聞くみたいなのあるの試合前これ聞くっていうのはないですね。あ、ないんや。はい。じゃあまあ、基本的には、 えこれは車乗ってる時毎回流れるわけじゃなくてその中の一つがこれで紹介してくれたってことあ,あそうですねなるほどねはい試合前はなん曲聴いたりするの曲はあんま聞かないですけどうん、うん、サッカーの動画は見ることが多いですねああギリギリ前こう試合見てイメージを膨らますって感じそうですねタロウもそんな感じ自分は音楽聴く方ですねああやばい えー、ミュージシャンとしては、<laughs> いや、<laughs> そこはちょっと、曲聴かないとね、ままあ、なんか、高めるために、しっかり、集中するために、はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあ、質問を戻りたいと思います。えー、ラジオネーム、とっちゃん、えー、小学生の頃は可愛い女の子のようだった高虎選手をしているおばちゃんですが、だいぶ身内やな、お母さんもすごく優しい方なんです。 なるほど。大人になって今治でサッカー選手になり、初任給をもらったと思いますが、初任給でお母さんにプレゼントしたものありますか応援してます。頑張ってください。うん、あるトラ。プレゼントしたものですかそうそうそう。初任給とかで。ありますね。あおはい。さすがやな。はい、え、それ何あげたとか聞けるもん。あ、全然。聞けます。何をプレゼントしたのあの、靴をプレゼントします。あ、素敵。はい、すごい。 それ自分のなんか吐き潰したスパイクあげたりとかしちゃう違います。ちゃんと買ったよね。<laughs> 買いました。なるほどね。はい。それはお母さん喜ぶ、お母さん喜んでた喜ん、いや、そんなにですね。お前、だいぶ奇抜なロッカーの靴、靴 <laughs> なんかそこなんか15センチぐらいのスニーカーとかあげたんちゃうお前。<laughs> いや、けど。 あの、安もんで。はい、いや、そんな言わんねんない気持ちやからな。そうですね。でも、あ、安もんやからお母さんも安いやん、みたいな反応されたってこといや、まあ、安いやんとはならよったですけど、まあ、そんなには嬉しかった。いやいや、そんなことないって。めちゃくちゃ嬉しいと思うよ。いや、でもこういうのいいよね。え、太郎はなんか、ある自分、ユニフォーム開けました。自分のあの、はい。それは、えっと、 大いや違うます今までの時のユニホームを <laughs>、うん、まあ一応その最初にもらったユニホームでサイン書いて、うん、あげました二つホームとアウェーをはいあお母さん寝巻きにしてんのになや <laughs> いや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 お母さんとても優しい人なんってじゃあトラちょっと今度ちょっと挨拶する俺 <laughs> はい <laughs> ぜひ じゃあ、ちょっと2つ目の、えー、次の質問いきますね。ラジオネーム、さとみさん。さとみさん、ありがとうございます。平松選手、近藤選手で質問です。実はこんなところあるよ。という自分の意外な一面を教えてください。やって。えー、もう、だってもうミュージシャンっていうの分かったもんな。<laughs> そうですね。こんなとこある様子ですか。うん。なんやろ。なんかあるとら。<laughs> いや。な<ん>や, <laughs> やっぱ、別にみんなは多分、あのー、 お客さんサポーターとかお客さん、まあ、ファンの人たちってもうサッカーしててかっこいい姿しか多分見えてないから戦ってる姿しか見てないから<ー>実は部屋の中むちゃくちゃ汚いんですみたいなの聞きたいんかな <laughs> ちゃうかな <laughs> ちゃうかな <laughs> 実はめちゃくちゃ綺麗好きなんです、まあ、実はっていう言い方でもないかそれで言うと。 いやー別に普通ですけどねなんか隠してるとこも別にないんですけど,どね例えば朝,歯朝起きて歯磨いてその歯ブラシで便器もついでに磨きますみたいなそんなことしないです <laughs> ああもうそれで言ったら朝起き朝めっちゃ強いぐらいです僕はああ朝方か夜方か言われたら朝方っすね,ね結構朝早、はい、起きてなんか飯食ったりから準備がらとかはい結構あの「夢スタ」行くのも早い方やと思いますあ,あそうね、はい なるほどトラは何かある実はいや実は180ありますみたいなそしたらよかったかもないですねないな実は身長サバ読んでますみたいなほんま142ぐらいのに150とか言ってますいやそれもないですそれもないそれもないですないかはいんか意外なところか実はチャライとかちゃいますトラは 実はチャラさある？あるっすよ。いやーない、ねパ。パリピス。<laughs> そんなパリピじゃん。パリピ。て結構。ああそう。結構いけいけないね。こう綺麗で静かなイメーけど、<然>やっいじってったわよな、こいつはなそうそう,そう,そうじゃちょっと今後はちょっと <laughs> の、ね、あのいじっていこうと思いますけど。本当 <laughs> <laughs> まあでもそろそろちょっと。これね、大学行きたいところだけど、そろそろお時間となってきましたけど、最後にね、あの太郎ちゃんと。 えー、トラから、ちょっといかなーの皆さんに、<う>ファンの皆さんじゃう、いかなーの皆さんにね、ちょっとメッセージ、っと一言ずつもらえたらなと思うんで、じゃあ、太郎ちゃんから。そうですね、本当に楽しく今回、ラジオ参加させていただいて、まあ、いろんな選手の一面を知れたと思うので、まだ、あ、今後とも、えー、FC まばりと、まあ、自分たちを応援していただけたらいいなと思います、よろしくお願いします。あありりががととううごござざいいまましたすじゃあ そらお願いします。そうですね。えっと最近ま試合も調子良くて勝ってるんでこのままの勢いでやっぱり J2 目指してみんなで共に戦っていきましょう。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。えー、今日はねあの平松選手と、えー、近藤選手に出ていただきました。えー、来週はですけどねちょっと予定なんですけども上原選手橋本選手に出ていただこうかなというふうに思ってますのでまあ質問等あれば。 アレバっていうかあると思うのであラジバリさんの方に、えー、メッセージを送ってほしいなと思います。えー、本日は、えー、ね当選者ねこれみんなあのお待ちかねと思うんですけれども、えー、平間選手と近藤選手のサインそしてラジバリのロゴを手書きで書いていただいた <laughs> サイン入り識字を、えー、一名の方に、えー、ラジオネームほうちゃんおめでとうございます。おめでとうございます。これはね特別なものになると思うのでぜひあの大切に。 ししていいなと思いますまたあのー、今後もね引き続き選手交えながら、えー、ラジオ楽しくめち、えー、ゃめちゃにやっていきたいと思いますのでぜひ今後ともよろしくお願いしますではそろそろお別れの時間になりましたまた、えー、と太郎ちゃん、えー、ドラも試合頑張って、はい行かないように頑張ってほしいなと思いますあ、はい、ありがとうございまじゃあ,、えー、本日はありがとうございましたありがとうございました